お待たせいたしました。シニアカテゴリー決勝戦、準備が整ったようです。ただいまステージで両選手が紹介されております、はい、楽しみですね。楽しみですね、はい、お待たせしてしまい申し訳ありませんでした皆さん、はい、我々も、大変楽しみにしておりました、はいはい、まだかまだかというところですが、はい、ついに来ました、はいはい、シニアの選手をこちらでまずは紹介させていただきます、はい、シニアは、本田光輝選手と近藤春樹選手のバトルとなります、はい、いや楽しみですね。そうですね、はい、シニアルールということでシニアということで、どのような構築パーティーが出てくるのか非常に楽しみですけれども、はいはい、あと早稲田結構個性的なパーティーが来たという話もあるのでちょっと楽しみですね、はい、入ってきております。はい、はい、さて、現在今、対戦者の2人のインタビューの方が始まっています。始まってますね、はい、春樹選手と本田光輝選手です、はいはい、まずはステージで握手をしているですね、はい、先ほどのジュニアではメガボーマンダが活躍しましたが、はい、今回はメガ進化するポケモン、さあ誰でしょうか、ね、どうでしょうね、はい、今拍手が上がっております。会場も盛り上がってきております、はい、さて、はい、今インタビューの方が、されていますね、はい、対戦までもう少し、お時間ありますので、まあ、そうですね、まずジュニアの振り返りですか。そうですかね、はい、じゃあジュニアのお話でもしていきたいと思いますけれども、はい、ジュニアやはりそうですね、ギルガルドの使い方がやはりうまかったですよね、はい、ダブルならではの補助技、生きてきたワイドガード、ワイドガードであるとか、あと交代のタイミングなんかもすごくうまくてですね、はい、大変面白い勝負だったんじゃないかなと思いますよね、はい、やはりシングルと違ってダブルの魅力としてはこの守るという技、そして交代、そしてこの攻撃の3パターンがあるのでね、そうですよね、まずどうなるのかと、どちらに攻撃していくかというのもね、難しい問題ですので、はい、それをわずか45秒で決めなくてはなりません、はい、そうですね、はい、もう我々も大変忙しいよ、はい、ですよね、はい、はい、頑張っていただきたいところでございます、近藤春樹くん、近藤春樹さん、本田裕樹さん、どのようなパーティー使ってくるかということですけれどもね、はい、はい、今回はシニアマスター続けてお送りいたしています、はい、シニア終わった後はまたこの今回はお待たせせずマスターの方にも行くと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、ご確認ください、はい、さてどうでしょうか、ステージの方ではインタビューされてるですね、見てですね、はい、やはりこのような大舞台緊張しているんじゃないでしょうか、はい、いや私も先ほど少し時間があるときに会場の方を覗かせていただきましたけれどもね、はい、いやもう本当に皆さん真剣な眼差しで、対戦の方をしておりまして、はい、いやにこれ勝っても負けてもこれが最後、そうですね、はい、これで優勝者決まりますよね、いや先ほどね予選の方もはい、どんどん進んでおりましてですね、歓声の方が、はい、ちょいちょいこちらにも聞こえておりましたけれども、はい、どのような、展開になってくるか非常に楽しみですね、はい、はい、さて、おそろそろ、あ、動きが、あ、来ますね、来ますね、では参りましょう、はい、ポケモンワールドチャンピオンシップス日本代表決定大会シニアカテゴリー決勝戦スタートです。さあどうなりますか、お相手、グレンさん、本田光輝さんね、そうですね、そして、手前側が、今度ハルキさんということです。本田光輝さん側、ガルーラスイ君、今度ハルキさん側ロトムリザードンとなっております。はい、この中でリザードンとガルーラがメガ進化することで知られています。そうですね、はい、まずはどのポケモンがメガ進化するか、はい、メガ進化するのかしないのかも含めて、そうですね、はい、注目ですね、はい、はい、さあ、ちなみに近藤春樹さんのパーティーの方も、はい、ちょっと、出ていないパーティー 6体、6匹ご説明しますけれども、リザードン、今出てますね、リザードン、不思議花、ギルガルド、ガブリアス、ロトム、これはウォッシュロトムですね、はい、と、サーナイトとなっています。まずはガルーラ、はい、交代していきます。それでヒードランですね、モノタイプの技
場に強いヒドランが出てきます。続いてリザードン、マモルで様子を伺います。メガシングしませんでしたね。でロトも横取りです。おっとこれはスイ君の追い風を、やったー、あっとゴールしました。これはすごい、皆さん見てください。これは相手のスイ君の追い風を自分のところに引き寄せた。風を引き寄せます。わあ、横取りロトム、これは初めて見ました。これはなかなか見られないことですよ。いやー、これで近藤選手追い風を味方につけました、はい。これで3ターンの間自分のポケモンの素早さが2倍です。ですね、はい。さあということで、おそらく、素早さ関係はもう完全に、近藤春樹さん側に傾いていますね、はい。両者とも先制で攻撃できるでしょう。いやー、この選手見せるバトルです。いやー面白いですね。びっくりしました。しかしヒドラン、相手の炎タイプの技を吸収するような特性を持ってますから。そうですね、はい、特性を警戒していきたい。リザードン、ここでメガ進化。リザードンメガ進化してリザードン Y になります。はい、そしてここで特性が発動しまして、左ですね。さてこれで天候が、日差しが強い状態になります。さあどう動いてくるか。ソーラービーム、ソーラービームですかね。リザードン光を吸収し、はい、ワンターンソーラービームがスイ君におそらく次に突き刺さる、はい、あれがいいダメージ。ワンターンでは落とせないと思います。大ダメージですね。後ろのボッシュロトムの攻撃が、そうですね、ボルトチェンジ、ボルトチェンジでこれはどうだ、これはヒドランに打ってきた。ヒドランですね、はい。ここでロトムが交代します。はい、さて出てくるのはどうでしょう。機械のポケモンは、ね、不思議なギルガルド、ガブリアス、サーナイトのどれかになりますけれども、ここで出てきたのはサーナイトです。サーナイト、エスパー、フェアリータイプのポケモンですね、はい。次でヒドラン、おっと身代わりを使います。身代わり持ってるヒドランも多いですね、確かに。次スイ君、追い風を連打。なるほど。さてこれで再び両選手のもとに追い風が吹きます。そうですね、まあ要するにこれはまあ実際通常の素早さ関係と同じになったというわけですから、まただスイ君ヒードランよりもサーナイトリザードの方が、今一般的には素早いと言っていいと思いますので、はい、まあおそらく先攻後攻の関係は変わらないのではないでしょうか。近藤選手が先制できるということですね、はい。しかし天候は日差しが強い状態、はい、リザードンとヒドラに有利なフィールドですが、どうでしょう。難しいですね。なかなかどうして、ヒドランが身代わりを張ってしまったことによって、はい、サーナイトが少し動きづらいのかといったところですね、はい。まずは近藤選手、このヒドラの身代わりを何とかしたい。そうですね。グレーン選手、元本田選手、ここでスイ君を止めます。出てきたのはランドロス、はい、レイジュポイントですね、はい。まあ、おそらく両者とも特殊型でしょうから、威嚇はこの場合はあまり効果ない。あ、キルスワップ、おっとこれで、おっとヒードランの特性を持ってくる。ここでサーライドもらい B、 ヒードランがテレパシーになる。ここからのヒードランです、ね、あーっときました。でリザードンが炎を吸い取る。おっとこれでリザードンはぁーサーライド炎を吸収。すげえリザードネップ、これがランドロスヒドランに突き刺さる。さあヒドランも大ダメージ、ヒドランの身代わりも破壊され、はい、うわーこれはこれは熱いね。近藤選手ですね、常に見せるプレーを見せますね、はい。もらい火を奪われたことによってヒドラン、炎技が、まあ、当倍ですね、はい、通常通りに食らってしまいますので、身代わりはさすがに壊れてしまうと。これはもう追い風対策、もらい火対策すでにしっかりされた上での、そうですね、ガードン、はい、ふー見せますね。これは面白いですね。いや、しかし勝負はまだ分かりません。そうですね、お互いまだ4体残している状態ですので、はい、まあ都合、本田さん側の方が一旦遅く、追い風を発動させたことになりますから、はい、追い風のターン数、これも関わってくれないでしょうか。ね、ランドロスさらに素早いポケモンですからね、はい。もっとここでサーナイトを交代して出てきたのは、先ほど先発で出たウォッシュロトム、カノンを警戒してといったところでしょうか。ヒドランもここで交代、はい、変わらず交代です。出てきたのはガルーラ、まだメガ進化はしていません、はい。ここでリザードン、様子見のマモルです、はい。やはりランドロスの岩なだれといった技を警戒したんじゃないでしょうか。そうですね、ここで叩き落とすがロトムにヒット、お盆の実、ロトムお盆の実を落としてしまいます。はい、叩き落とすを持っているということは、まあ、こだわり直帰の線が高いのかなといった感じですね。先ほどの熱風の入り方から見ましても。なるほどですね。さて天候は依然日差しが強い状態、リザードに有利なフィールドです。そうですね。しかし素早さという点では
奥の画面奥の本田選手の方が有利と、はい、そうですね、リザード今のターン守っていますのでおそらく次のターン守るか打てないでしょう。そしてガジュラ、ね、今のターン出てきたということで猫魂が出てくる可能性が高いですよね。リザードこれたまらず交代出てきたのはシビリバーナーです。これガルーラがメガ進化走るんですね、こだわりちょっと突撃しちゃうんですいません、はい、さあガルーラメガ進化してきました。ガルーラといえば親子やからの効果力ステミタックルが刺さるのはどちらだロトム。2連撃でロトムがダウン、おっと効果力。そしてアンブロスは、ハンドダメージが入ります。入りますね今のダメ、はい、アンドロスが岩のダメです。だからガルーラの方が素早かったですかこれは。そうですね、はい、さあおそらくメガリザードのマイクを一緒にということでこの次はの特性は揚力層ではないでしょうか。ここでリザードンが出てきます。はい、このリザードン、メガリザードン Y と不思議花、揚力層不思議花の並びというのも最近よく見るという噂ですね。なるほど、さてさて勝負は分かりません、はい、さあ今のだからメモリーオーナーでこれがランドロスヒット、素早い不思議花、はい、ランドロス眠ってしまう。さてこの隙に近藤選手一気に炎の技で畳みかけたい。冷凍パンチ、冷凍パンチ効果です。これ効果抜群。さあどうだ、これが削られるが不思議花耐えきれるか。あ、流し込む、流し込まれて1匹目がダウン。はい、しかしこの隙にリザードンが、はい、カウンターのネップ、これがいい威力になるぞ。これはどうだ、これで相手の2匹いい削り、ここで天候日差しが元に戻ってしまいますが、いやしかしいいダメージ。そうですね、ただどうでしょうか、これは出てきたのはサーナイト、はい、さて素早いガルーラをどうかしたいですね。これはリザード今ランドロスよりも素早さが遅かったですかね、行動順。そうですね、はい、はい、さてしかもここ近藤選手すでに2匹ポケモンをダウンさせられてますので交代できません。そうですね、ただ、サーナイトの、まあ、このサーナイトが、あ、でもメガリザードの Y になってるわけですから、メガ進化はありません。メガ進化はありませんよね。さてどんな技を出すのか、ハイパーボイスが来ることはないのか。本田選手ガルーラを温存する作戦出たのか交代です。スイ君出てきたのは先ほど追い風を味方にしてたスイ君。さあこのスイ君どうするかですね。ヒデリが解除されていますんでソーラービームもなかなか効く。ヒルスワップで、おっとこれはランドロス、これは2回をランドロスに持ってくる、見たいということですかね。なるほど、なるほど、今の交代前のガルーラも、はい、まあ、ガルーラを見越してってことですか、というところでしょうか。ランドロスここで動き出す、ここで岩雪が刺さる。リザードンが耐えきれるか、耐えきれないか、おっと耐える、耐えましたね。あっ、写真リザードン飛んでしまった。これは大きい、ここでひるみはつらい。今このランドロスを落とす、倒せるかどうかというのは結構大きかったと思いますね。うわ、岩雪がただですね、スキルスワップをここでリザードンに振っていきます。ひねりを再び、これで触らないと特性がひねりになり再び空が晴れ出しました。ね、ここでリザードンが威嚇入る。ただ、さすがに威嚇2回入ってランドロスでも岩なだれ、岩なだれ先に動いたのはランドロス、これは追加ないです。あーきつい、選手ランドロスが暴れています。さらにスイ君追い風で、はい、風を味方につけていく。どん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 有利なフィールドが作られていきます、はい、このサーナイトどうでしょうか。やはりおっとこの選手、あ、ここで降参か。おそらく持ち物はこだわりスカーフだったのではないかなといった感じですかね、動きから考えても。ここでお見事、ここで降参が現れバトル終了です。いや楽しかった、面白かったですね。バトルを制したのは本田光輝選手です。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。